Good morning. 何かかぶり物が欲しいです。お、かぶり物、かぶり物、帽子ではなくかぶり物ね。かぶり物ね。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。ほい、それじゃあ、なんかめっちゃもやっとるねみんな。はい、さっちゃん入るよ。おかげでしゃっくりが止まりました。しゃっくり中やったん、全然気づかんかったけど。お腹が空きました。はい、キャビア、キャビア、お腹が空いてキャビア、ご飯と一緒に食べるんかな。キャビアの食べ方が私いまいちわからんねんけど、食べたことないけん。キャビアはご飯と食べるものなの？何かに乗せて食べるん？なんかね、塩辛いって聞くけんさ、ご飯が進む系なんかな。謎。おー、いいね、ちょっとヨミさんとの思い出いっぱい作ろう。ってことで、ちょ、旅行に行ってきてもらおうかな。これもしかして一人で行く？はい。え、いいんですか？いいよ、いいよ。では、楽しんできます。行ってらっしゃい。ヨミさんも誘って行ってあげてね。おー、よかった。さっちゃんとヨミさんの旅行イングアム。旅立っておいで。いっぱい思い出をね。はい、チーズ。なんか知らんけど、小学生？中学校かな？小学校か中学校でさ、なんか運動場にヤシの木みたいなの生えとったんやけど、あれ何やったんやろ。どこの学校にもあるんかな。その辺ちょっと謎なんやけど。お、いいね。恋人美咲。お、いいやん、ユミさんいい笑顔。いいね、いいね。さあ、思い出いっぱいできたかい？あ、楽しかった。楽しかった。よかった、よかった。ほいほい。お宝防除棒人形をもらいました。ありがとう。お、レベルアップ。え、さっちゃんなんかレベル上がるの早くない？気のせいかな。気のせいかな。どんな服がよろしいかしら。それじゃあ、コサージュワンピース、いや、小花柄のキャミワンピやな。はい、じゃあこれをどうぞ。小花柄のキャミワンピをプレゼントしました。どうすか。ほいほい。私からのお返しです。なになに。お、お宝銀貨をもらいました。ありがとう。はい、そしてちょっと周辺にもね、もやってる人がいっぱい。キャンディーさん入るよ、入るよ。お腹すいた。お腹すいた。お腹すいた。なるほど、さっきのはちょっとね、さっきのちょっと独り言やったね。はい、それじゃあカス汁でもどうぞ。ほいほい。さあ、どうかな。お腹すいた時に汁物、そんなにお腹膨れんかな。まあまあ美味しかったようです。お、よかったよかった。そしてレベルアップ、みんなレベルが上がっていく。嬉しい、いいことだね。さあ、それじゃあ何がいいかな。マラカス、マラカスで、はい、どうぞ。道具、マラカスをプレゼントしました。まあ、あの日焼けとかね、気にする人は夕方ぐらいから。んでも夕方も暑いかな。涼しくなってくるぐらいの時間。はい、ミラさん入るよ。どうもどうも。おはようです。おはようです。お腹が空きました。みんなお腹が空いてるね。みんなお腹が空いてる時間なのか。はい。そして大量出費していくカス汁。ほいほい。どうすか。あ、美味しくなかった。マジで。キャンディーさんには合ってたみたいなんだけど。まあね、女の子はやっぱそういうの気にするよね。気にしつつ日焼け止めを全く塗らない私とは違って。ね、きっとみんなめっちゃ塗るんだと思う。はい、アダムスさん、おともちゃんと一緒。入るよ、入るよ。
グッモーニング。実はすごく大事なものをなくしてしまいました。何をなくしたんだ。協力するよ。ありがとうございます。あ、もしかしてともちゃんにその相談しよったんかな。ぜひ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 、うん、協力します。健康のためアルシドとランニングをすることにしました。もういいね。あれ、早朝トレーニングみたいな感じ。そういうのね、やってみたいんやけどさ、なかなかね。いただきます。なんか朝の公園とかでさ、おじいちゃんおばあちゃんがしよるイメージがある。おっ、マジで私今何あげた。ちゃんと見てなかった。何あげたかわかんないけど、超大好物だったらしい。たまたまあげたものが。はい、来るよ。うまーい。まだやった。まだやった。いや、いいね。そんなに飛び立つほどの美味しいものが。超大好物だったようです。よかった。あ、きつねうどんか。マジか。じゃあほら、あれよ。アダムスさんは、香川県に住んだらもう天国やね。天国やね。お、二人で、ギターセッション。あ、ギターセッションの打ち合わせしようとだけかな。弾くのもゆっくりだ。これ本当に同じ曲弾いてる？はい、それじゃあ、キノコ山さん入るよ。一緒に遊びませんか？遊ぼう。ミー、シルエットクイズ。シルエットに表示されたミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。シルエットクイズ、第1問。第1問。このシルエットは誰でしょう。お、キャンディーさん。わかるよ。このウェーブでわかるよ。キャンディーでした。ちょっと他の子おらんもんね。シルエットクイズ第2問。でで、このシルエットは誰でしょう。ユートさん。答えはルート。よし、でした。オッケー。シルエットクイズ最終問題。でで、このシルエットは誰でしょう。ん、誰。ユウさん。え、まああれか、女の子じゃないね。あ、なるほど。そういう感じに見えるのか、3倍とつけたら。なるほどね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。よし、じゃあ一番小さいので。お宝、鈴をもらいました。ありがとう。猫につけんといかんね。今、何でもいいから食べない気分です。お、何でもいい、来たぞ。何でもいいということは、ゴーヤを消費するとき。はい、どうぞ。いただきます。はいはい。さあ、どうすか。すごく美味しかった。よかった。よかった。本当にすごく美味しかったのかどうかわからないけれど。一人旅に憧れます。一人旅ね。でも一人旅でなんか現地の人たちと仲良くなったりとかするのも憧れるけど、私はワイワイガヤガヤ旅行がしたいです。はい、じゃあ翔太くん入るよ。2週間ぶりですね。お久しぶりです。風も引いたりしてませんでした。でも全然ピンピンしてます。大丈夫です。お腹が空きました。お腹が空いた。はい、それじゃあお茶漬けをサラサラっと。どうぞ。どうすか。まあまあ美味しかったようです。お、よかった。レベルアップ。はい、それじゃあ道具でサッカーボールを。はい、道具、サッカーボールをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。そっちの世界でもみんな仲良く暮らしてますのね。まあ、みんな知り合いかどうかはわからないけれども。てか多分全然知り合いじゃないけど。いや、まあ、うん、仲いい子たちは仲いいよ。アイラーの子たちはみんな仲いいよ。ほい、そして、お、ミネットさん入ります。グッモーニング。何かかぶり物が欲しいです。お、かぶり物。かぶり物？帽子ではなく？かぶり物ね。かぶり物ね。何がいいかな？じゃあ、なんかね、かぶり物ね、なかなか求められんけんさ、渡すことがそんなにないんやけど、ちょ、ヒーローになるか。正義にこだわるヒーロー、ドグーマン。え、知らない？私も知らない。誰よ、私。私誰？
ドグーマンっていう意味ある。初めて知ったんやけど。ド。正義のヒーロー。すごく気に入ったようです。あれ、どういう状態？あ、この真ん中のは何？口？口なの？タコみたいな感じ。アルジャンのおすすめの映画を見ましたが、寝てしまいました。ミネットさんの趣味ではなかったということかな。寝ないでちゃんと見てあげて。せっかくハルちゃんがおすすめしてくれたのに。ほい、それじゃあ。朝一見てこう。おいしいちくわだよ。お、ちくわ。おいしいちくわだよ。早起きして作ったちくわだよ。マジで？あれ？魚のすり身を寝るところからとかそういうこと？わかる人にはわかる一品だよ。じゃあそれは気になるわ。手作りちくわ。買います。毎度あり。ちくわはあれよ。醤油マヨで食べるのが美味しいよね。醤油マヨいいわ。はい、それじゃあ、今回も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、歌を紹介していきたいと思います。はい、今回はソロの曲で、はい、今回はさっちゃんのソロで、オペラの曲を歌ってもらいたいと思います。はい、前にやっとったね、さっちゃんのピエロの格好、ピエロの宿命、これ、アサポンさんが送ってきてくれた歌です。オペラで一人って初めてじゃない？すごい静かに歩いてきた。周りは、あれかな？白鳥の湖的な感じかな？違う。ピエロの涙の模様に。もうなんかいいね。かっこいいね、さっちゃん。あ、これ、あれなんか。オペラで一人で歌う場合には、ダンサーさんたちは天井から降りてきたりとかするわけではないよね。みんなちゃんと舞台の上にずっといるのか。おー、かっこいい。いいね、いいね。なんかこう、ソロとグループで歌の印象がだいぶ変わってくる。ね、見た目が全然違うのが面白いよね。はい、それじゃあ、ミーニュース見てこう。次になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。お、メイちゃん飴が発売。新製品。本日メイちゃん飴が発売されました。メイちゃん飴は、その名の通り、メイちゃんの顔が描かれた飴です。いいね、かわいいね。この飴を購入した白いのと黄色っぽいのがある。食べても食べても、メイちゃんちゃんのお顔なので、ちょっと飽きた。ちょっと飽きた。飽きないで。味は変わらないから。味変わらないから飽きるのか。でも顔は関係ないから。奇跡？何が奇跡なんだ。山形もやっていいと思うよ。いや、他の子たちもね、やってる子いるもんね。別にこう初めてじゃないから。めいちゃんも多分誰かの、この金太郎飴みたいなのを見て、あ、いいな、私もやりたいってなってやったはず。ほい、それじゃあ。遊びたい人が増えてきたような気がするぞ。お、友達マークいた、今。ほい、それじゃあ。アオトくん、びっくりした。一瞬怒って、ジダンダフミヨンかと思った。ルンルンの方やった。一週間ぶりくらいですか？お久しぶりです。アユナのそっくりさん。どうもどうも。地味でに友達になってほしいと言われたのですが。お、りんちゃん、いいね、いいね。いいんじゃないかな。では、ちょっと話をしてきます。いってらっしゃいまし。さあ、仲良くなれるだろうか。あの、上からぶら下がってる飴玉は何？電気？電気なんかな？ちょっとよくわからんねえけど、飾り？あの、ゆっくりなジャンプ。確実にあれ、ちょっとね、重力が。重力に逆らっとるよね。あんなふわっと舞い降りれんねえけど。お、よかったー、友達になれたー。うまくいきましたー。やったね。そうだったので友達になりました。どんどん友達増やしてって。
もうね、新住人の子たちも友達増えてきたよね、だいぶ。はい、それじゃあ道具で何がいいかな。サンドバッグ、はい、どうぞ。道具、サンドバッグをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい、何でしょう。手帳品ブランコをもらいました。ありがとう。食事は好きなものだけ食べたいです。それはわかる、めっちゃわかる。でも嫌いなものでもね、なんか好きなものと一緒に食べたらなんとか味をごまかせたりとかするんやけど。はい、キャビアどうぞ。いただきます。キャビア率が高い。結構美味しかったようです。お、よかったよかった。え、めっちゃ満足度上がるやん。あんなに上がる？キャビアだから。そういうこと？高級食材をもらったからみたいな感じ。まあね、キャビアをこんなに配り歩くマンションの管理人ってめっちゃお金持ちよね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さあ、人間関係もどんどん繋がっていくんやけど、それでもやっぱり既婚者がね、常に人気やけん、もっとなんかこうみんな仲良くなってほしいよね。